キオさんのお部屋へようこそ。今回はスーパーマリオブラザーズバグメン巡りの旅パート10です。このプレイ動画はメーカーの意図しないバグを利用した裏技で、製品の不具合ではありません。あらかじめご承知ください。バグフィックスワールド Q。島の色がすごい色です。2の3みたいな面ですが、水中面ですね。同じくらいの間隔で謎のリフトが配置されています。乗ると下に落ちていくリフトですね。いろいろ検証してみたいことがたくさんありますが、とりあえず今はクリアを目指します。後ほど、あの気になるリフトの検証もしますね。このパタパタの嵐、難なく進んでいるように見えますが、かいくぐるのはかなり難しいです。はい、とりあえず一面クリアです。二面は水中のお城面ですね。お城面は、クッパ大王がいるのかと期待してしまいます。いないことが多いですけどね。水中面だから、どうかな？残念。いないですね。姫もいらっしゃいませんでした。さあ、リフトの検証です。この隙間から出られるのかな？壁？柱？は抜けられないですね。橋の上にも戻れないので、ここに降りたら罪ですね。このリフトに乗ったらどうなるかな？はい、奈落に落ちました。うまく壁抜けでボールの向こうに行けるかな？ミスった。再チャレンジ。行った。でも、詰みました。右に進めば詰まないかな？再チャレンジです。お、いけた。いけるところまで進みましょう。等間隔でリフトがいますね。ずっと何も変わらないですね。タイムアップになってしまいました。階段手前のリフトでもポール越えできるかな？いけそう。いけました。同じく、いけるところまで行ってみましょう。やっぱり、ゴールはなさそうですね。タイムアップ。残念です。おまけ1、別検証機の映像。綺麗でしょ。この検証機だと、色がはっきり出て見やすいですよね。当初からお見せしていたプレイ動画は、AV 出力の互換機を、アップスキャン機器を通してキャプチャしたもので、この映像は、エミュレーターを使ったものになります。
映像以外でも、互換機では等間隔で配置されていた。下に降りていくリフトが配置されておらず、映像以外にも違いがあって面白いですね。ボールの色もカラフルで綺麗でしょ？引き続き2面もお送りします。この後、もう一つおまけ映像があるので、今しばらくお付き合いください。しかし、クッパ大王とは言いませんが、いくら、バグ面でも、敵キャラの一体くらいは欲しいですね。探しても何もいません。おまけに、アップコンバートしていない映像。最初の動画映像ですが、アップコンバート機材を通さないと、このような映像になります。色味がだいぶ違いますよね。アップコンバートで映像ははっきりくっきりしますが、あれだけ色味が変わってしまうと違和感もありますね。個人的には映像ははっきりしていた方が見やすいので、アップコンバートの映像には感動すら覚えるのですが、あれだけ色味が違うと少し考えてしまいますね。今後 AV 出力の機材を使う場合は、アップコンバートして撮影しようと思っていますが、皆さんはどちらの映像がお好みですか？皆さんは9面をプレイされることはないかもしれませんが、攻略法を見つけたのでご紹介します。とにかく最上段で全速力で右に泳いでいくと、プクプクにギリギリ体当たりされないところで泳ぎ切ることができますよ。はい、済んでしまったので、今日はこのあたりで。次回に続く、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。